加賀京一郎シリーズ、または、加賀シリーズは、東野敬語による日本の推理小説のシリーズで、卒業をはじめとする、刑事の加賀京一郎を、主人公とした、ミステリーシリーズ。加賀京一郎は1986年の東野の、デビュー第二作、卒業で、初登場。その時は、国立 T 大学に通う大学生で、 在学中に巻き込まれた連続殺人事件の探偵役だったが、1989年の眠りの森で作者のちょっとしたいたずら心から警視庁捜査一家の刑事として再登場する。また、学生外の殺人で加賀京一郎がゲスト出演している。東野にとって加賀は自分がしっかりキャラクターを持っている人物。 自分がやったことのない実験作に挑む際に登場させることが多い、頼りになるキャラクターであり、1990年代、中盤から後半にかけては、悪意や、どちらかが彼女を殺した、私が彼を殺した、嘘をもう一つだけといった本格ミステリー的趣向の話題作にも登場した。悪意以降、香川、脇役といえる位置づけに回ることもあり、どちらかが彼女を殺したでは、 本庁から所轄の刑事になっている。そして、2006年観光の赤い指では、自らの家族と向き合いながら、どこにでもある家族の闇に迫る姿。2009年観光の新山社では、日本橋人形町を歩き回る姿が描かれた。キリンの翼では、親子の愛情について、深く掘り下げられた。加賀京一郎の初出演作。この時は、 国立 T 大在学中でありながらも多彩な頭脳で事件を暴く。卒業から雪月下殺人ゲームは2009年に真相版が刊行され、タイトルも卒業だけとなり、加賀京一郎シリーズの文庫の中で唯一真相された。容疑者と同じバレエ団の女性に思いを寄せながら、バレエ界での正当防衛の真実に加賀が肉薄する。 妹の復讐を誓う兄、それを止めようとする京一郎。容疑者は二人のどちらか。小説全体が、野々口や香川の手記、改装の形式で書かれており、なぜ犯行に至ったのかという、ホワイダニットに重点を置いて書かれている。作家の穂高誠が、詩人の神林美和子との挙式で毒殺された。容疑者は三人美和子の兄か、穂高のマネージャーか、 美和子の担当編集者か。どちらかが彼女を殺した同様、最後まで犯人が明かされない。何度も上がっている。シリーズ初の短編集。すべて嘘に関連した話になっていて、京一郎以外の人物の目線で描かれている。少女の遺体が住宅街で発見された。捜査上に浮かんだ平凡な家族。 一体どんな悪夢が彼らを狂わせたのか、加賀が挑む。マンションで考察された40代の独身女性。事件の真相を追い、日本橋人形町を加賀が歩く。9つの謎を解いたとき、初めて事件は幕を閉じる。ある夜、巡査が声をかけたのは視察された男の死体だった。日本橋で起きた、この事件の真相に加賀が立ち向かう。 小菅のアパートで住人ではない40代女性の遺体が発見された。捜査線上に浮かぶのは被害者の親友の女性演出家。そして事件は加賀自身の亡き母に関する問題と結びつく。1993年テレビ朝日土曜ワイド劇場で眠りの森が眠りの森の美女殺人事件のタイトルでドラマ化された。シリーズ全体で見れば これが初の映像化となり、この時は輝くを山下真二が演じている。それから2001年 NHK 総合の月曜ドラマシリーズ枠で悪意が東の敬語ミステリー、悪意のタイトルで、そして嘘をもう一つだけ、初秋の冷たい灼熱、狂った計算が、その2001年と2002年にそれぞれ多摩南署叩き上げ刑事。 近松平吉シリーズの原作として、ドラマ化された。だが、どちらも主人公は、加賀ではなく、前者はマカンピオを演じる、にわのコロンボの異名を持つ、ベテラン刑事、西原絹代が、後者は、伊藤白郎を演じる玉南署の刑事、近松平吉が当てがわれている。2010年4月より、安倍博士を、輝くに迎え、新参者が、t b s テレビ、 日曜劇場枠で連続ドラマ化された。以後、新参者の名を含んだ、安倍博主演のシリーズとして、赤い指、眠りの森を原作とした SP ドラマ2本、麒麟の翼、祈りの幕が降りる時を原作とした、劇場版が2本制作されている。加賀京一郎そのものが、ドラマ化されるのは実に17年不利となる。シリーズ作品は、オリジナル要素を取り入れながら、 原作のあらすじや設定を踏襲した内容となっている。他にも原作の新山者未登場の松宮をドラマ版新山者の段階から登場させており、新山者では1キャラクターでしかなかった青山あみを加賀の後輩の記者へと変更し、本シリーズのメインキャラとして配している。また東野は新山者で加賀を演じた安倍博に、 直筆の手紙を送っている。この手紙の内容は、眠りの森の TBS ドラマ版公式サイトで見ることができる。シリーズ一覧シリーズ共通キャストオリジナルキャラクター、前述したように、青山あみは、新参者の一登場人物であり、厳密には、ドラマオリジナルとは言えないが、シリーズを通じての登場人物へと変更されているため、本校では、 オリジナルキャラクターとして扱い、ドラマ独自の設定を解説する。スタッフ、ありがとうございます。